And it's great. And, you know, he's both hit hard, and there we go. We talk about the first hit. Go to college and play. Here's a ground ball right side of the infield. Wow. Good pickup at second base. This ball is lined deep into left center field. It may go. ここが大好きな街、バンディッツの街です。選手が、まあ、暑いっていうのと、なんていうんですかね、ファンと距離も近かったですし、本当に楽しく野球をやってるなという印象がありました。そうですね、まず、第一印象的にはやっぱり、街がものすごい綺麗 で景色もものすごい綺麗でしたし、本当なんか映画の世界にいるような、そんな気分になったので、本当ブリスベンという街は、僕の中でもすごい特別な街になりました。そうですね、日本は結構組織的な野球を、やるんですけども、こっちはもう本当個人の、能力勝負というか、まあ、能力的に高い選手もいっぱいいますし、チームスポーツなんですけども、俺が打ってやるだったり、俺が投げてやるだったり、すごい気迫を感じるような、選手ばっかだったなと思います。本当に僕はオーストラリアが好きなのでここに来てますし、まず気候がいい。毎日朝起きて30度ぐらいになってるんで、もうすぐ体も動けますし、でおまけにそのブリスベンバンディッツっていう球団も、ものすごい全面的に、バックアップしていただいていて、もう練習環境も、申し分なく、何一つ不自由なくやらせてもらっているので、まあ、それとあと人の、まあ、現地にいる日本人の方だったり、まあ、バンディッツ関係者の方がもう温かいというより、もう本当にファミリーみたいな接し方をしてくれるので、毎年ここにまた戻っていきたいなって気持ち で今年もいろいろキャンプをやらせてもらいました。